山田うどんは、うどんを主力にする外食レストランチェーン。山田うどんは野豪であり、社名は山田食品産業株式会社。2018年7月、野豪をファミリー食堂山田うどん食堂に改めた。カカシがモチーフとなった赤いアジロベを描いた、回る黄色い回転看板、ポールサインが目印である。 看板の目立つ表示は低価格のうどんであるが、メインのうどんだけでなく、セットメニューも多く、蕎麦、カツ丼、かき揚げ丼など様々なものを、セットでも食べられる。本社、本店は、埼玉県所沢市場安松にある。もともとは、麺の製造、卸売業であったが、売り上げ工場のため工場隣接のうどん屋を開業し、そこが、 安値と味で評判を呼んだことが発端となって、チェーン展開を開始。埼玉県を地盤として、郊外のロードサイド店舗を中心に直営店、フランチャイズ事業で業績を伸ばした。主な食材は、埼玉県入間市にある広さ4000坪のセントラルキッチン、入間工場で製造され、関東一円の店舗に出荷される。工場見学は、事前予約すれば、無料で、可能。 5名以上30名以下のグループでの見学を受け付けている。工場見学は東日本大震災後一時休止していたが、その後再開している。一部ではダウドン、ヤマドン、ヤマウの愛称が用いられている。埼玉県内を中心に関東地方1都6県で158店舗を展開。うち84店が埼玉県の店舗、また、 東京都では23区外に16店舗となっている。23区内にあった1店舗については閉店した。山田うどん、ロードサイド店舗で広々としたスペースを確保した駐車場全店舗が関東地方のみの出店で全店舗のおよそ半数が埼玉県にある。かつては山口県萩市やニューヨークにもあった。客席50席前後の店舗が多く、 街道沿いのロードサイド出店が主力で、トラック専用スペースを用意した、駐車場が多い、などの特徴がある。フランチャイズ店は、山田うどんの店名で営業すること、セントラルキッチン、イルマ工場から、食材の提供を受けること以外の点については、必ずしも一律ではなく、営業時間もまちまちである。中には直営店にはないオリジナルメニューが存在したり、 逆にどの直営店にもある、定番メニューがなかったりするほか、店舗内外装が奇抜なデザインの店、夜には居酒屋を閉営、名物店主やイベント開催など、個性的な店舗が存在する。かつては、小規模な店舗で営業していたそば、うどん店主のフランチャイズ加盟も少なくなく、駐車場もないようなミニ店舗が、山田うどんの看板を掲げていた例もあった。 山田うどんの他に別業態の店として、ラーメン食堂かかし、山田うどん食堂、うどん亭、山田テラス、県民酒場だうどんがある。また2017年には、とんかつ店、かかしのを出店した。1935年製麺所を創業。1953年9月15日、有限会社山田製麺店を設立。1964年には、 会社規模拡大のため工場を増築。しかし、スーパーなどの販路で売り上げが伸び悩んだ当時、うどん一杯の一般的な価格は70円くらいであったが、山田うどんは半値の35円で提供し、安さとうまさで大きな人気を得た。1965年4月にはフランチャイズ展開を開始し、店舗数も増加していった。 1967年5月28日、有限会社から、改祖、名称を変更し、山田食品産業株式会社となった。1980年には、北関東で280店舗を展開していた。この時期にファミリーレストランが、郊外ロードサイドを主軸とした積極的な出店で、大きく成長し、店舗数増加の影響を受けて、山田うどんの客足は一気に減少。 その打開策として、ファミレスには入りづらいというブルーカラーの客層を重要視したメニューを考案。チャーハンやカレーライスなどのご飯物とうどんやそばを組み合わせたボリュームのあるセットメニューを中心に構成したがっつり路線に方針転換した。その結果、安くてボリュームがあるという理由で売り上げが回復し、以後はこの路線を主体としたメニューを次々と開発していった。 1996年の総店舗数は213店であった。1999年、セントラルキッチンのイルマ工場が業界で初めて国際規格である ISO9001 を取得。2007年春メニューから約15年ぶりの値上げを実施した。最も安かったたぬきうどんが300円になるなど、各メニュー数十円程度の値上げが行われた。同時に、 天ぷらの具を一新。2011年3月には、客側の価格に対する関心がさらに高まっている状況に対応し客数の増加を図るため、創業以来初めて複数の商品で値下げを実施した。2011年時点の店舗数は183店舗。うち半数が埼玉県で出店であった。かかしのラーメンや塩店、ラーメン市場にも参入しており、過去には、 花菓子ラーメン、カントリーラーメン、ラーメン工房屋ぐらのブランド名で、ラーメン店も営業していたが一度撤退。2008年6月、所沢市に、かかしのラーメンをオープンして、再参入、戸田市、やし市、し、平塚市内などにも出店した。2011年以降戸田市、やし市し等の店舗はうどんをメニューに加えた、山田うどん食堂にリニューアルした。2015年、 かかしのラーメンは、店名を、ラーメン食堂かかしと変更しに店舗営業している。2012年7月2日創業者、代表取締役会長の山田博道が死去。2014年12月千葉県阿鼻子市の、阿鼻子ショッピングプラザ内のフードコートに、新業態、うどん亭、山田テラスをオープン。2017年12月朝、昼は、うどん店、夕方以降は、 居酒屋の新業態、県民酒場だうどんオープン。なお、県民と店名に入っているが、店舗は東京都清瀬市にある。2018年7月、屋号をファミリー食堂山田うどん食堂に改めた。うどん以外のメニューも豊富な、食堂のイメージを打ち出し、家族連れなどの取り込みを狙う。また1962年に作った、絵の時形だった。 赤いカカシの口を反転して笑顔にさせ来店客を歓迎する表情にした。2020年5月22日、東京23区内唯一の店舗、鎌田店を閉店した。店内にはアイドルグループ、桃色クローバー Z のグッズやポスターが飾られ、同グループのファンが利用するなど人気店であったが、同年の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、客足が 大幅に落ち込んだという。鎌田天平店により、東京23区内の山田うどん食堂店舗は消滅した。詳細は、山田うどん公式サイト、メニューを参照メニューは、セットメニューが中心的存在で、他に麺、丼、一品料理、飲料などの単品メニューがあり、合計100種類以上で構成され、季節の節目に大幅に変更、改定される傾向がある。 メニューを限定し、テイクアウトや宅配を一部店舗で行っている場合もある。通常、テイクアウトの売り上げは全体の1%程度であるという。インターネット通信販売事業、ヤマダの通販も行っており、セントラルキッチン、イルマ工場から直送される。2020年6月には、インターネット通信販売の新シリーズ、ヤマダの通販。 プレミアムシリーズを立ち上げ、店舗メニューには内向品質の麺の提供も開始した。同年の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、実店舗の来店客数が減少し売上が伸び悩む、中、通販部門の強化により収益向上を図るという。人気メニューは、かきのようになっている。天ぷらうどん、そばカレーセットチャーハンセットパンチセット、かき揚げ丼セットザルうどん。 そばかき揚げ丼セットをかかし、カレーセットパンチセット肉、豆腐丼セットかき揚げ丼セットパンチセットチャーハンセット、うどんは、セントラルキッチン、イルマ工場であらかじめ約10分間茹でて、完全に茹で上がる一歩手前の状態に仕上げ、冷水で冷やした後に袋を詰めして、各店舗に出荷し、店舗内では、約50秒から1分間程度茹でて完成する状態となっており、短時間で、 調理可能なことからメニュー提供の速さを実現している。同店ではもつ煮をパンチという表記で扱っている。この名称になった理由、経緯は昭和50年代にもつ煮を商品化する際、名前を社内公募したが、なかなかパンチの効いた良い名前が出ず、それならパンチをそのまま商品名に使おうというものであった。麺は通常時、うどん、そばともに、 種類の選択は不可であるが、期間限定で、うどん、普通の麺、平打ち麺のどちらか、そば、通常の麺、田舎風麺のどちらか、といった麺の種類が、選択。一部店舗では、ラーメンやパスタも扱っている。期間限定コラボメニューでは、ピックレスコーポレーションと共同開発した、キムチサラダうどんを2011年8月1日から8月31日まで、発売した。 f m ファイ5文化放送で頻繁にスポット CM が流れる。その末の言葉はいらっしゃいませ。山田うどんである。2008年4月からは TBS ラジオでも放送されるようになった。2007年4月5日から4月15日に行われた春のお客様感謝キャンペーンのために、かかしが山田うどんの歌を制作発表し、それを CM や 各店舗の BGM として使用。同曲はキャンペーン終了後も引き続き使用されており、2019年の日本映画飛んで埼玉の劇中曲としても登場している。埼玉県庁が推進するみんなでマイボトル運動の飲食店レース無料協力店となっている。これは 該当する山田うどんの店内で食事をした客がマイボトルへの給水を希望した場合、店側が無料で冷水を提供する活動である。山田食品産業に関するカテゴリ、ありがとうございます。